やっていきますということで、お知らせですね。はい、見ての通り、シドレミからの挑戦状ということで、シドレミちゃんが、来週挑戦状で登場するということで、なんだこれっていう感じですね。通常版なんですよね。エプロンじゃなくて通常のシドレミからの挑戦状っていうことなんです。多分ね、バレンタインで来るとは思うんですけど、さすがに別バージョンだったら別のバージョンの姿をして来ると思うので、うん、何なんだろうね別の新キャラが特攻になるのか、まあシドレミが普通に特攻になるのかわかんないんですけど、まあとりあえず来週はそういう感じで、左打者を育成すると有利なイベントになるようでございます。まあ挑戦状はいっぱいアイテムもらえるので、まあそういうところではいいのかなっていう感じですね。で、まあ新キャラ来るのか来ないのかわかりませんが、うん、まあ多分別バージョンはこの感じは来ない、まだ来ないんじゃないかなっていう感じですよね。はい、なんとも不思議な、まあでも今のうちに準備としてね、その解放要因として集めておくのはいいんじゃないかなっていう感じですね。うん、はい、なんともまあ不思議なしばらくはゆるりと行くのかなっていう印象ですよね。うん、お知らせも特に、うん、ここも普通だしねっていう感じで、で角田のなんかイベントが間違ってるらしいんですけど、下選ぶとなんか変になるのかな、なんかあんまり分かんなかったんですが、はい、教えてくれっていう感じで、はい、終わりたいと思います。早いね。うん、こんな何もないです、ぶっちゃけ。これは、まあ、火曜日から1週間あるので、まあその辺3連休はまあしっかり休んでっていう感じでできるのかな。はい、ということでございました。でガンダはね、まだ俺ちょっと回収しきれてないので、こっちもはい、そのうち、そのうちというか今日は明日ではやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。では皆さん、チャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。ピースな一日を。バイバイ。